はい、こんにちは、シノモータースです。本日も動画をご覧いただき誠にありがとうございます。本日ご紹介させていただきますのは川崎ゼファー1100イエローボールのご紹介です。こちらはですね、ミッドナイトモナカ缶、そしてですね、ウォーリンズサスペンションというですね、プラスワンポイントございます。早速ですね、ご紹介させていただきます。まずフロント周りです。ヘッドライトのですね、大きな点灯傷、こういったものはございません。ウインカーのステー折れ、レンズ割れなどもない状態です。フロントフォークのですね、大きなにじみや漏れ、こういったものはございません。フロントフォークインナースプリングはですね、こちらオーリンズのものを採用しております。ホイールはですね、ゴールドホイールです。タイヤ溝もですね、まだ残っておりますので、そのままお使いいただけます。はい、エンジン周りです。エンジン周りですね、ヘッドからの大きなオイル漏れ、各種ですね、キャブレーターからのガソリン漏れ、大きな点灯傷とはございません。こちらですね、エンジンガードも装備しております。ちょっとですね、こちらエンジンガードは傷ついてますけれども、立ちごけでしょうかね。大きな点灯傷、エンジン周りは使用はございません。足回りですね、ステップ周り、こちらの大きな曲がりなどもない状態です。マフラーはミッドナイトモナカ缶です。後ほどですね、音の方はご紹介させていただきます。リア周りです。リアもゴールドホイールです。オーリンズリアサスペンションを採用しております。リアタイヤもですね、まだ溝残っております。そのままお使いいただけます。フェーダルスキットですね、組み込んでおりますので、スキットした仕上がりです。反対側回っていただきまして、シートですね、シートタクロールシートですね、前後ろともに大きな切れや破れ、こういったものもございません。タンク周りですね、大きな点灯傷、へこみ、こういったものもない状態です。タンクパッドもですね、装備しておりますので、万が一の傷もですね、防止していただけます。はい、ではタンク内です。大きな錆、腐食もちろんございません。ではエンジンの方を始動していきます。マフラーミッドナイトモナカ缶ですね、とてもいい音しておりますので、ぜひ体感してみてください。とてもおすすめの1台です。皆様のお問い合わせお待ちしております。